レンジャーボディアーマーレンジャーボディアーマー用のサピプレート。左の正面用プレートは射撃動作の邪魔にならないように右上部がカットされている。レンジャーボディアーマーはアメリカ陸軍の第75レンジャー連隊などの特殊部隊で使用されていたボディアーマーマサチューセッツ州ネイティックのアメリカ陸軍兵士システムセンターが第75レンジャー連隊用に設計し、生産は プロテクティブマテリアル社と HS マニュファクチュリング社が担当していた。RBA の本体であるウッドランド名彩が施されたナイロン製のベストには、拳銃弾や銃弾の破片を阻止可能なアラミド製のソフトアーマーが挿入されており、さらに前面と後面に小銃弾を阻止可能な酸化アルミニウムセラミックプレートを追加装備できる設計になっている。プレート2枚を 追加装備した重量は1 1 4ラムレンジャー連帯では重いプレートを使用しないものが多く、モガディシュの戦闘では死傷者の増大を招く原因になった。サイズはミディアム、ラージ、エキストラマイナスラージの3つが用意されている。RBA は1990年代から2000年代まで使用されていたが、 すでにセルスなどのボディアーマーによって更新されており、現在は使用されていない。ありがとうございます。